当分、状況を静観したいというふうには思っておりますが、必要な時には国際法に基づいた毅然とした措置を取らざるを得なくなると思いますので、その対応に向けた準備だけはしっかりしておきたいというふうに思っております。いつ頃までに韓国政府のその対応をするとか、これから先のことについても日本企業に不当な不利益を及ぼすことがないようにしっかりとした対応をなるべく早くお願いをいたしました。裁判について動きがあったとおっしゃったのは、原告側が差し押さえを防衛当局間でしっかり事実関係を確認し協議をしていただいて、なるべくこの問題は早く解決をするのが両国にとって一番ベストだという認識は一緒でございます。資産の保全について保全措置を申請したと。 Thank you.